死は己を知る者のために死すこれも四季の言葉でありますまあ、春秋時代の真の余生という人の話でありますけれども、まあ、この余生はですね主君千博という方に仕えておりましたでも内紛によって長城氏という人によって千博が滅ぼされてしまったわけですねその時余生は死は己を知すと余生は 死は己を知る者のために死し女は己を喜ぶ者のために形作ると言ってですね復讐を誓いました貧しみ身に身をやつしてあるいは困難なところでずっと長上死をつけ狙らってたわけですね。でも命を狙っていることが分かって長上死にこう捕らえられてしまったわけです。 そこで長城市の前に引き出された余剰はですね長城市に詰められたわけですそなたは昔藩士と中高氏には仕えたそして両氏とも千伯に滅ぼされてしまったでもその時お前は千伯に対して藩士や中高氏のあだを討とうとしなかったではないかでもなぜ今回千伯のためにわしの命を狙うんだなぜだということで問うたわけですね。 それに対して余はこう答えたわけです。いやいや藩士と中高士あくまでも上司と部下主君と家臣こういった単なる関係にしか過ぎなかった人並みの関係でしただから私もろをくれているうちはちゃんと使えましたけどもそのことに対して何も行動しませんでしたでも千博は私を国士として非常に高く位置づけて大事にしてくれました。だから私はこの恩に報いいい。ななけければいけない だから私は国司としての態度で「長城氏あなたの命をつけ狙っているんです」というふうに答えました。長上うはこのことに非常に感じた。というわけなんですけども、まあ、ここから私たちが学ぶことは何かですけども、まあ、部下を動かして仕事をするまあ経営者あるいは管理職にとってはすごく大事なことでありますけども。 部下を本当ににやる気にさせようと思ったら確かにお金とかぐ遇とか感謝の言葉というありきたりなことも当然大事なんですけども相手のことを本当に理解してあげてじゃあお前のことはすごく信頼しているよということを態度と気持ちで示してあげると部下は喜んで本気になって仕事をしてくれる困難な時にも付き従ってくれる。まあ、こういうふういふな形で 良き人間関係を作っていくことができるのではないでしょうか表面的な言葉だけでは人間関係をうまくいかないということを教えてくれるエピソードではないかと思います